いいからこっちに渡しなさい。わあ、お姉さん風を吹かせてくる。いやだから、うわあ、来たー、いたった、南雲先生、大丈夫ですか。これはこれは来るぞ、みんな来るぞ来るぞ。あービートリフレ、天海ちゃんのお尻は俺が叩く。なんかさ、気づいたんやけどさ、美化パラメーターがだんだん減っていっきょんやけど、これ大丈夫な。ちゃんとさ、好感度満足度は上がっとんのに美化パラメーター下がっとる。美化パラメーターどういうあれな、なんか下がっていっきょんすごい気になるんやけどな、大丈夫これ。始めるぜ始めるぜ。この時間は何をして過ごすかの。というわけで、せつなけいすけです。今回は自由行動から始まりますね。どこかに出かける、いつでも天、時には休み、いつでも天、時、いつ、時、この二つなんかあるかな、イベント。気になるけどさ、お出かけで、買い物か、あ、そう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 。楽しいこと、わしも映画館、遊園地あるんよな。早速行ってみるか。行った先なんかあるかな。ザ遊園地じゃ。そうじゃよな、一人で来るまで絶対勇気いるよな、こんな。ほう。ああ。あるなんてね。明日にでも取り立ててやろう。まあそんな気がしとったよ、もう。前回のパートでも言ったけどさ、ランジョランランジョランジョ。なんで一人で遊園地来てるんですか。ま、あっちだって一人じゃない。図星使えた、あれ借金取りに来たわけじゃないんじゃ。ああ、図星。図星使えて揺れておっぱいプルンってなってたからな。そんなにさ、図星使えたらおっぱいプルンなったらさ、いくらでも図星ついてるわ、お前。おい、おっぱいの揺るが止まらんってなってしまうか、お前。まあそうですけど、それで一人で何をしてたんですか。別に何もしてないさ、たまたま通りかかっただけだよ。遊園地通りかかっただけって何だって話やな。でもちょうどよかった。あつし、これから遊園地を回るんだろ。あれ、あれ、え、いやいや、そろそろ帰ろうかな。確かにこんなところで遊んでる暇はないですし。回るんだろ。あつじゃ、こいつあれか、女一人じゃすごい寂しいからさ、俺でもつけて二人で回ろうとしようかな、これもしかして。はい。しょうがない、それならあんたについていこうじゃないか。あくまでも監視役として。アツシが逃げないようにだ。どうせここだからじゃ、ウキウキウォッチングしたんだろ、お前。いや、それってランチョウさんが一人でもあるのが嫌なだけじゃ。なんでもないです。でもさ、俺の価値上がるよな、知らない人から見た俺の価値上がるよな。わっ、あんなスタイルがよくだ、よくて美人な金髪の姉ちゃん隣に連れてるあの人は何者だって多分俺思われるからな。この時間は何、まあ知らねえ、見てる人は知らないでやろう。俺とこの人が借金取りと借金してる人の関係であること。あれ、昼もか、あ、今日休日なんじゃ。わしの名前はモミジ。お客さんコーヒーか、今日どこかに出かけるのか。どうなんだろう。なんじゃ、忘れ物でも。よっしゃ、買い出しか、でも見に行くのか、買い出しに行くか、気分転換にでも行く、ど、買い物か、き、楽しい、買い出し行くか、気分転換にでも買い物か、買い出しだー。春山さんに会いに行こう。こんばんは、指原先生。こんばんは、春山さん、こんばんは。買い物ですか。はい、今日のご飯を買いに出てきたんです。へえ、すごいですね、ちゃんとご飯が作れて。え、全然すごくないです。私もほとんど温めるだけで食べられる料理しか作れなくて。ああ、そうなんじゃ。でも俺カップ麺しか作れんけんな。うん、春山さんの方がまだマシでないから。はい、お恥ずかしながら、指原先生は料理ができない女の子のことをどう思いますか。そうですね、別にええと思うけどな、気にしませんか。本当ですか、よかった。別に気にせん
どうだろうな。でもな、結婚の条件で料理できる女の人っていう人はおるけんな。みんながみんな気にせんっていうわけにはいかんとは思うやけどさ、さすがに。それでもさ、うん、男性によっては料理好きな男性だったら僕がやるからいいよみたいな感じの人もおるし、やっぱ結局夫婦になるんだったらさ、その辺お互いがどう感じてどう求め合ってるかにもよるんよな。あ、でも俺自分が料理できんけん、結婚するとなると相手に料理してもらんかったら困るタイプの人間が。よくそれでさ、別にいいと思いますよってさ、軽々しく言ったなっていう見方もできるな。なんでこんな質問？実は彼氏を作りたいなら、ちょっと料理ができた方がいいって言われたんです。ああ言われたのね。ああなるほど。それなら僕の家の大家さんに頼んでみましょうか。家事全般得意ですし、女性なので話しやすいかと思いますよ。まさかヒロイン同士がくっつくパターンあるんじゃ。ヒロイン、このゲームのヒロインさ、同じ画面に2人以上映らんけんさ、こういうイベントあるんやなって。もしかしたらあるんかな、ヒロイン2人が同じ画面に映るような、2人同時に登場するようなイベントが。大丈夫なんですか？問題ないと思いますよ。それじゃあよろしくお願いします。あれ、でもなんで大家さんは家事が得意って知っているんですか？あ、だってお客さんやけんさ、いろいろとありまして。はあ。もし春山さんが俺に対してなんか好意持っとったら、そこでさ、あーってなるところやな、ここの中で。それどういうことだって。そろそろ店閉まいかな。ほう、あー、もう店を閉めるのかい。おい、ランジョ、今日えらい絡むでないか、お前。あんだけ遊園地で一緒にうふふあははした中でないか、お前。ランジョさん、なんでここに分かっとるぞ。おい、ランジョさん、お前がメリーゴーラの乗っ取った時の顔、笑顔、俺は忘れんからな、お前。あんたが夜逃げしていないか見に来たのさ。あ、でもよう考えたら月の半分ぐらいか、これで。ちゃんと中間的な、中間報告的な感じで来たんかな。ちゃんと働いてます。そうみたいだね。だが随分と早い店じまいじゃないか。もっと働かなくてもいいのか。遅い時間に働けるからといってさ、その時間にお客さんが来るとは限らんで。いやでも今日のお客さんはもう、先代なら遅くまで店を開けていたんだけどね。まあ今日はたまたま通りかかっただけだ。好きにやるといいさ。いや好きにやるといいさって、圧かけに来とんでないが、あんたがちょっとこう一言入れたらさ、ちょっと圧に感じるんだよな。それぐらいの威圧感あるよあなた。お、パワプロだったら威圧感っていうステータスついとるからな、お前。はい、そうでなくてもさ、こういう自分よりも立場が上の人からさ、好きにやればいいさって言われてもさ、好きにやれんもんがあるよ。それがヒエラルキーってやつやる。わかるか。15日か、半分来たな。おはよう、はつしくん。おーと、ゆうきしろさん。今日は雨の予報だけど、傘は持った？あれ？そうなんですか？今朝テレビで言っていたの。折りたたみ傘を持って行った方がいいかもしれないわね。へえ、じゃあ今日の昼とか夕方とか雨に歌いで女の子がシャツスケスケになるようなイベントないかなって。なるほど、でも大丈夫ですよ。お店に何本か傘を置いてあるので。あら、そうだったのね。いらない気遣いだったかしら。ああ、来店してくれたお客さんが傘持てなかったらこれあげますよみたいな感じで渡せるんかな。そういう気配できとんかな。そんなことないですよ。ゆきしろさんのお気持ちは嬉しいです。そう、それならいいんだけど。なんだろう、俺のことに旦那の影をちょっと重ね合わせて気遣ってしまうよんかな。ああ、ワンチャンありやな。それじゃ何がだよ。今日もお仕事頑張ってね。はい。お客さんを待つとするか、お客さんを待つとするかの。やれやれ。わざわざわしの話を聞きたがるとは物好きなやつじゃの。ずっとここで待機させとったらこんな声が聞こえるんやなって今気づいたわ。わしの正体についてじゃ。
よっしゃ、じゃあお客さん、カモン。あれ、駅前じゃ。何じゃ、誰だ。指原さん。ああ、なんかそんな気がしよった。駅で会うも大体南雲先生のイメージやな。こんなとこで会うなんて珍しいですね。ちょうど君のお店に行くところだったのよ。へえ。偶然。指原さんはお買い物かしら。ええ、備品を補充しておきたいんです。お店には2時間ぐらいで戻ると思うので、それぐらいに来てもらっていいですか？せっかくだし手伝うわ。あれ？備品の買い物なら、人手はあった方がいい。あ、なんだこれ？男女の共同作業みたいな感じになってる。わあ、肌から見たらちょっと、夫婦に見えるんだろうか。いえ、でも。気にしなくていいの。さ、行きましょう。来い！南雲先生の足元の物理法則。摩擦係数下がれ、摩擦なくなれ、南雲先生の足元の摩擦、あーないんか、すべてドッテンとかならんかな、いつものないような気がするんやけど。こんなに多いのね。あー、重い荷物があるんやけん摩擦係数で関係なくドッテンなれ、なんかいつまずいてドッテンなれ。そうですね、お店は僕一人で回しているのであんまり外に出られないんですよ。なので買いに物に行くときは大きめに買うようにしているんです。指原さんも大変なのね。そうなんだよ。南雲先生ほどじゃないですよ。先生って夜遅くまで仕事をしてるって聞きますし。確かに夜遅くまで働くこともザラにあるわね。でもそれは子供たちのためだもの。辛いって思ったことはないわ。ああ、いい先生やな。教師の鏡なんよな。ただ体に無理をさせてるって思うことはあるけど。いや、だから体ちょっと凝ってきとんじゃ。そこが俺マッサージ店に来る要因になっとんやな。すいません、荷物持ちなんかさしちゃって。そうは言うけど荷物はほとんど指原さんが持ってるじゃない。え、何なんだろう。南雲先生は何を持ってるんだ逆に。それはまあお店の備品ですし。もう少し見てあげるわ。その袋こっちに渡して。大丈夫かそれ。まあ袋持った瞬間あってならんだろうな。大丈夫ですよ、慣れてますから。いいからこっちに渡しなさい。わあ、お姉さん風を吹かせてくる。いや、だからうわあ、来たー。いたった、南雲先生大丈夫ですか。これは来るぞ、みんな来るぞ来るぞ。あこれどういう状況。求めとったやつ、俺は求めとったやつ、こういうのを求めてたんだ南雲先生。こういうドジっ子でラッキースケベといえばこういう状況あるよねって。ごめんなさい、私が無理やり荷物を取ろうとしたから。やばい、そこごめんなさいって言うとこじゃないんやけどな、女の方が。あー、ちょっと南雲先生動かないでください。いやいや、だから腰の上で動かないでくださいってば。とりあえず立ちましょう。いろいろ考えるのはその後で。そうね。ごめんなさい。いいもん見えちゃった。いいもん見えちゃいました。やっぱ大人の黒でしたわ。あ、謝らないでくださいよ。それより怪我はありませんでしたか？大丈夫よ。すごいな。南雲先生って結構露出多いんよな。結構清楚な服でありながら、スカートもどっちかって言ったら短いし、肩出しとるしさ、その狭い範囲でどうやって下着がおるんだっていう、そういう妄想にかき立てられよったところやけんさ、あんな感じなんだねって。じゃあ戻りましょうか。ええ、というわけで店に帰ってきました。ありがとうございます、助かりました。これぐらいお安いご用よ。ドヤ顔、ドヤ顔、乳揺れ、ドヤ顔の乳揺れが起きましたね今。それでそのマッサージはどうしましょうか。マッサージ。あ、また乳揺れだよ。あ、そうだったわね。マッサージしてもらわないと。この人ちょっと動いただけでもブルンブルンおっぱい揺れてる。ブラジャーつけてんのかなって。うん、お願いするわ。では施術室にどうぞ。あ、ちょっとやや官能的かな感じの曲流れよね。ごめんなさい。
私、空回りしちゃうことがよくあって。今日はうつ伏せらしいです。南雲さんの前だと特に。そうなんですね。僕も南雲先生といるときはドキドキしてます。そんな、ドキドキって指原さんも。なんかときめきやっとる。お互いにときめきやっとるような、この二人。でも俺も南雲先生と一緒にいたらときめいちゃうな。それにしてもほんま露出多いな、意外と。こんな服装しとる教師、リアルにおらんと思うけどな。もしこのゲームがさ、R18 ポチッととかできたらどうする？とんでもない恥じたいものが見えるような、この先生の。一応このゲームパッチはあるんやけどさ、めちゃくちゃ露出が増えるっていうか、それ使ったら多分 YouTube 的に R18 指定されそうな気がするけん俺は入れてないけど。もっと続けて。さあもっと気持ちよくなってもらおうか。胸も大きいんだよなこの人。ボンキューボンだよな。何々、はいはい、あーやめた、はいはいはい。それかさ、こんな服装でおるわけやけんさ、このボディラインっていうかさ、バッチリ分かってさ、俺そういうところが好き。このくびれ巨乳って言うんか、そういうのが好きな人もおるよね。男はムチムチな体が好きみたいな話を聞くときもあるけどさ、こういう細い体にさ、おっぱいとお尻は大きいみたいな感じのもいいよね。気持ち、人それぞれやけどな。こんなに上手だなんて、もっと続けて。はいよ、続けますよ先生。はい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 、おーほーほーはーい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 。別の曲流れよ。なんか俺の頭だけ別の曲流れよ。はいはいはいはーいは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 い、フィニッシュ。一回ミスったん、ちょっとしょうもないミスだったな。気持ちよかったわ。ありがとう。でも次はちょっと抑えて。いや、なんでもないわ。葛藤してるな、自分の中で葛藤しとんな、この女子。おいおい、気持ちいいことはしてほしいけど、メスの自分は出したくないってか。もっと出していけよ、メスの自分を。さらけ出していけ。今日はありがとうございました。おかげで買い出しも早く終わりましたよ。そのお礼とは言ってはなんですが、何か困ったことがあったらいつでも言ってくださいね。疲れを感じたらマッサージできますし、愚痴とかあれば聞くことぐらいならできます。指原さんは優しいのね。でも急に来られたら困るんじゃない？いや、そんなことないですよ。ウェルカムですよ俺は。美人な先生だ、いつもだ、いかがですよ。美人お世辞よね。お世辞だと思いますか？多分視聴者の皆さんがあなたのこと美人って言いますよ。どう考えてもこの人のことブサイクとか気持ち悪いとか言う人はおらんけど、気持ち悪いはさすがに絶対おらんけどさ、僕は素敵な人だと思いますよ。好みはあると思うけどさ、好き、あまり好きじゃないとかいうのはあるかもしれんけどさ。そうなのね。お休みを取りに行くでしょうし、南雲先生の都合のいい日に来てもらって大丈夫です。私、指原さんに出会えてよかったわ。めっちゃ嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。僕も南雲先生みたいな素敵な人で出会えて嬉しいですよ。なんでこれ。運命の出会いみたいになってる。もう上手なんだから。あーやばい、この人の好感度俺の中でどれぐらい上がっとることが。こ
この時間は何をして過ごすかの。そんなわけで、まだ自由行動じゃ。結構今回マッサージが少なめの回なのかもしれません。たまにはちょっとさ、掃除とか休憩とか選んでみたらどうなるかやってみたいんやけどさ、掃除でもしてみようか。張り切ってお掃除開始じゃ、おまかじゃな。掃除を開始しますか。どういうこと。綺麗になった。なったら何だというのだ。何の困るのだった。イベントどころか、なんかちょっとした会話イベントすらもなかったぞお前。何、どうしたの。うん、お主の交友関係が広がりつつあるじゃろ。おう、それはわしとしても嬉しく思うのじゃ。そうやな、なんかマッサージと関係ないところでもそういう内容に話を気がするもんな。ありがとう。じゃが最近ちーっと度が過ぎるような気がしているのよ。ええやろうが、お客さんと絡むってことはええやろうがお前。マッサージしよるんじゃ、女の人の体に触りよんじゃ。ちょっとぐらい度が過ぎたってしょうがないやろ、それが男って言うもんじゃ。そうなの。自覚なしとな。やれやれ、特に仲がいいのは春山、朝霧、メイ、南雲、雪城、この5人じゃ。メイじゃねえか。全員じゃねえか。仲良し小良しはいいことじゃ。しかし絵面が悪すぎると思わんか。でハーレムってやつってないかお前。いろんなタイプの女の人と5人と仲いいとか、ハーレムでないかお前。おい、なんかアニメの主人公みたいやないか。俺の CV もしかしたら松岡義継かもしれんぞ。お主と春山が一緒にいたとして、はい、他4人が見たらどう感じるじゃろうな。そんな関係な。もう俺そんな関係になってしまったもん俺。うん、別に何も思わないんじゃないかな。ハーレムエンドを目指したいんだよ俺は。ハーレム王に俺はなるってなりたいんだよ。何そのため息。これは困ったの。先代とは別の意味で危ないのじゃ。マジで。だろう、別にハーレム狙っても。意味はないじゃろうしな。お孫殿、刺されないように気をつけるんじゃぞ。刺してくる人おるかな。どうだろう。ナイトは言い切れないのちょっと怖いな。え別にええやん、バランスよくさ好感度上げてもええやん。まあ、この手のゲームだったらさ、誰かに特化してあげて 100% にして、あれなんかな、もしかしてこれ女の子それぞれに個別エンドとかあるんか。もしかしてそんなにエンド数多いんこのゲーム。もしかしてそういうこと。で、ハーレムエンドもちゃんとあるみたいな。どうなんだろうな。ふーい、マッサージよりダミンを取るのじゃな。パンチがいいのじゃな。いいのじゃな、パンチぞ。わかったよ、起きるって。わあ、おはよう、師匠。わむ、おはようなのじゃ。今日は予約が入っておるのじゃ。頑張るのじゃぞ、おま。そうだね、頑張ろう。それじゃあ朝ごはんを作るのじゃ。あはは、了解。お客さん、さあ誰だそのお客さんとやらは。お客さんを待つとするかの。あ、美化なんとかってさ、店の美化の話だったんじゃ。お客のことを知るのも 100% になっとるわ。そういうことだったんじゃ、美化なんとかって。店の中の美化の話だったんじゃ。あ、なるほどな。そりゃ確かに時間が経過するにたびにどんどん汚くなっていくわな。パーセント下がるわな。だったら割といいタイミングで掃除できたんちゃうかな。ただそのパーセント時ビッカーが高ければどうなっているのかちょっと気になるところですが、まあ高かったら何かいいことあるって考えとこうか。あ、春山さん。あー、いきなり何か事件起きた。いきなり誰かで撃たれたみたいな感じだったのお前。いきなり施術室になった。師匠、何かわかる？救急車呼んだ方がいい？たわけ落ち着かんか。これはただの睡眠不足じゃろうよ。そうなのか。病気とかじゃないんだ。よかった。不眠不休で小説書いてしまうんか。
どうして、誰かに乗り移られとかごとくやってきて、いきなりそれに乗り移った人が離れていったけんバターみたいな感じのパターンやったと思う。誰かに体乗っ取られとったんか、うん、悪の組織がこの リラクゼーション指を払うに対して何か仕掛けようとしてるのか。悪の組織が動くような店じゃないって、うちの店は。原山さん大丈夫ですか？急に倒れたりするからびっくりしましたよ。すみません、私倒れちゃったんですね。無理しないでくださいって言ったのに、本当に心配したんですよ。ごめんなさい。あとは任せたのじゃ。どうして倒れるほど無理をしたんですか？夢のためです。実はその私の家は母子家庭なんです。ああ、お母さんは私を一人で育ててくれて、大学にも行かせてくれました。そうだったのか。お母さんの期待に応えないと、今まではそう思って生活してきたんです。でもそのうちやりたいことができてしまって。小説家ですね。はい、お母さんには反対されて。あ、反対されたんやな。私今は小説家っていう夢に向かって頑張りたいんです。あー、でもなんかこの手のゲームってさ、やっぱ女の子が親に反対されながらも何かを頑張りたいみたいな、そういうパターンのやつもあるけんな。前にやったコスプレラブもそんな感じだったような気がする。だから大学に行きながら小説を書いて、それでお母さんに認めてもらおうって。ああ、それでちょっと躍起になった感じね。晴山さん、すみません、こんな話聞きたくないですよね。今日もマッサージをお願いしてもいいですか？いいですけど。マッサージをしたら晴山さんはきっとまた無理をする。でもお医者さんである以上は断れない。いや、わかりました。ちょっと待っていてくださいね。準備しますから。そんな重い雰囲気でやるのか、マッサージ。さっきはありがとうございました。すみません、仰向けだ。いつも迷惑かけてばっかりで。迷惑だなんて思ってませんよ。でもマッサージつらかったら言ってくださいよ。今日もよろしくお願いします。あ、俺としてはなんか前みたいにブラジャーとかパンツが見えるような体勢です。寝転がってほしかったけど、その下着の見せなさっていうのは心の心情を表してるかなごとく。ここの中ではどうぐらいに思っとるんだろうな、どうすればいいんだろう、私どうすればいいんだろうみたいな。もしかしたら、おっと、久しぶりにこのスティックを使うやつ出てきたな。イージーもちょっと余裕がないかもしれない。スティックとかと押さえるんだったら、とりあえずミスなしでこれだね。気持ちいいです。もっと続けてください。俺としてはこのマッサージ店におる間ぐらいはさ、そういうお母さんとか将来の夢とかそういう難しいことを忘れておってほしいところ。ちょっと難しいね。ああ、ちょいちょいミスいよる。ちょっと難易度は高いな、イージーでも。やばいな、話が進めば進むほどだんだんイージーも難しいなっていきょんかな。私自分が思うよりもずっと指原先生に支えられているのかもしれないです。だったら俺にはそんな悲しそうな顔するなよ。笑顔で言ってくれよ、お名前だけでは。
ちょっとテンポいいね。テンポ難しくなってきてるね。あ、間違えたし、ボタンの押し間違えしたね。あ、またボタン間違えた。はいはいはい、ここぞって時にボタン間違えるな。やっぱこんだけテンポよく押し寄せてきたら。押すボタンの数も多かったんか今回。私もう指原先生のマッサージじゃないと満足できないかもしれません。やっちゃった、もう体が求めてるね。他のマッサージもう受け付けないんだね。僕がいなくなったら君が困るね。マッサージを受けたいんだったら俺の言うことに従いなって言ったら何でも従ってくれそうな感じだ。もう心を掌握してしまったかもしれない。それでまた頑張れます。きっとまた小説を書くんだろうな。夢のために頑張りたいっていう春山さんの気持ちも痛いほどわかるけど、無理はさせたくない。だからって小説を書くだっていうのは違うよな。春山さん、僕と約束してもらえませんか。約束ですか。そうです、もう倒れるようなことだけはしないでください。それは分かっています。エッチマッサージ師がお客さんにこんなことを言うなんておかしいですよね。でもやっぱりお客さんが倒れるところは見たくないんです。指原先生、あなたが倒れていいのは俺が押し倒した時だけですよ。僕は春山さんが夢を叶えられるように全力でサポートします。だから倒れたりしないでください。少しでも辛いなって思ったらすぐに来てくださいね。まあ僕にできることはマッサージぐらいですけど。そんなことありませんよ。マッサージをしてもらえるだけでもありがたいのに、話まで聞いてくれて、私とっても助けられているんです。これからもよろしくお願いしますね、指原先生。お客さんを待つとするかな。そんなわけでだんだん心の方がですね、ああ満足度めっちゃ高い。あれ、なん、え、南雲先生、全身にこわばりから来るコリとかいう情報なかったと思うんやけどな。追加されとんか、いつの間にか。はい、はあ、はあ、はあ。お客のことを知るのも、で、お客さんを待つとするの。さて、午後の展開。ちょっと午前中がちょっと暗い目の展開だったがさ、午後は？君か。めっちゃテンション高い状態で来たな。でもこの子もさ、なんかバンド仲間と何か接違いがあるみたいやけんさ。ちょ、雨宮さん。無駄に暴れるのやめてください。ここライブ会場じゃないですし、誰も聞いてませんし、あなたのライブ。雨宮さんは手を握ったら落ち着くんだっけ。雨宮さん落ち着いてくださいって言いながら手出なくて、俺は胸を掴みたいけど。んだこの手は。あれどうした、今日めっちゃノリノリやないか。落ち着いてない、師匠どうしようって、また隠れてる。やっぱやけな、手じゃなくて胸か。胸で分からせてやらんかったらあかんのか、師匠らしくしなあかんのか。当たり前じゃ、テンション上げ上げのメイじゃからな。このように手を握って上げ上げのメイ、慣れてしまったんじゃろう。なんかワンピースの世界の異名みたいな感じだった。麦わらのルフィとアゲアゲのメイ。抱きしめるってそれセクハラじゃない。しょうがないで、ね、抱きしめて頭はよしよしぐらいにしねんかったら暴れてる客を取り押さえるのじゃ、セクハラではないじゃろう。そうだそうだ、そっか、そうだよね。天海さん、これで落ち着いてください。冗談のつもりだったんじゃ。モビジ、お前は今後1週間猫缶はやらんからな。今初先生にどうですか、落ち着きましたか。もうダメ。あーらら、あーアツシさん、あーアツシじゃない、雨宮さん大丈夫ですか。マッサージしてもらったら大丈夫だと思います。ほんまかよ。
わかりました。今すぐマッサージしましょう。簡単に詐欺に引っかかりそうじゃな。シャーキン。で、雨宮。すみません。今度はその敦先生にあんな。いいえ、こちらこそ。急にあんなことを。お孫殿まで何を照れているのじゃ。もうマッサージは始まっておる。そうだ、雨宮。今回は何回何回ヘッドバンした。スパンキングはええんか。スパンキングはない。難易度はちょっとさっきよりは低いはず。はい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 。あーマジだ。なんかたまにさボタン間違えるよな。あーしかも今の長押しだったし。変なミスが続く、変なミスが続く。これは決して天上ちゃんのお尻が叩きたいとかそういうわけじゃない。どうですか、痛いところがないですか。大丈夫です。でもあんまり大丈夫か。何でもないです。今日はお尻叩かんで大丈夫か。なんならヘッドバンキングやってなかったとしてもお尻叩いてもいいんだぞ。はいはいはい。違うからな。決してお尻が叩きたいとかいうそういうアマメイちゃんに対して興奮の心を持ってるからこうミスが多いとかではないんぞ。お前頭がちょっと真っピンクだからとかそういうんじゃないからな。勘違い引き出してくれたまえ。ただのちょっとミスだ。はい。アツシ先生、メイ、いつもこのマッサージに支えられてます。この子も割とちょっと胸が大きく見えるな。あ、また間違えた。まだ間違えた。くそ。あーもはい。ねえ、ミス多かった、今回。5回か。気持ちよすぎだぜ、あっち。次は、もっと激しいのくれてもいいんだぜ。ちょっといやらしいな。その激しいってどんな激しさなんですか。待合室。さっきはすみませんでした。急に抱きしめられたりしたら嫌でしたよね。え、あ、そのメイはそんなに気にしてないので大丈夫です。ありがとうございます。でも今度から気をつけますね。はい。バンド活動はどうですか。それは、はい、とっても楽しいです。アツシ先生のマッサージのおかげで首も痛くなりにくいですし。待て、それはヘッドバンはやってるってことか。ヘッドバンやっても首は痛くなりにくいってことか。お前、おい、お前ヘッドバン何回やった。やっぱりお尻ペンペンが必要のようだな。アツシ先生がメイを応援してくれますし、それにその心配してくれるので楽しくて嬉しいです。それは良かったです。でも無理はしないでくださいね。ヘドバンのことはいいんですか。それはもちろんやめてほしいって思ってますよ。ですが雨宮さんにとって必要なことなのかもしれないと思って、雨宮さんのアイデンティティを取り上げることになるって考えるとあまり強く言わない方がいいかもって思うようになったんです。でも1回やるたびにお尻ペンペン10回はやめませんからね。
何度も言いますけど心配はしています。できるなら今すぐやめてほしいって思ってますからね。はい、アツシ先生に心配してもらえるから今のメイがいるのでありがとうございます。あ、駅前に来たってことは南雲先生かな。南雲先生だ。こんなところで会うなんて奇遇ね。いや、奇遇が何日続いとんだお前。奇遇が何回続いとんだお前。南雲先生、こんな時間までお仕事だったんですか。ええ、先生って意外に夜遅くまで仕事があるのよ。それって自分の時間は取れるんですか。自分の時間は少なくなるけど、でもやりたいことがたくさんあるの。いやー、やっぱ南雲先生って生徒のことが好きなんかな。やっぱ生徒と一緒に何かしちょる時間の方が、一人の時間よりも生徒と何かしちょる時間の方が好きなんかな。それは生徒さんのためにですか。そうよ、南雲先生の生徒さんは幸せ者ですね。なんでだってこんなスタイル抜群の美人のお姉さんが一緒にいるんだからね。そう?こんなに生徒思いで美人の先生が担任ですからね、羨ましいです。美人?こういうさ、何気ない一言が南雲先生の心をときめかせる。あれ、南雲先生なんで走っていけたんだろう。だからラブロマンスが大好きなんだろうね。16日終了。ああ、また遅刻パターンかお前。3日に1回ぐらい遅刻してないかお前。3日に1回遅刻しとるでお前。よっしゃ、では今回はここまでさせていただこう。やっぱ序盤に比べたらめちゃくちゃ好感度上がっとんなっていうのが分かってくるね。顧客資料やってさ、情報がどんどん追加されて、こういうどんどん展開していくところが面白いよね。春山さんが一番好感の高い。でも俺は個人の推しは南雲先生だったりします。今回は南雲先生のあのみだらな姿が見えて俺は満足満足です。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんはこのヒロインたちの誰が推しですか。いろんなタイプがおりすぎてさ、誰か一人くらいは自分の好みに合った女の人がおると思うんですけど、ボキャブラリー豊富でいいよねこのゲーム。おつけい。おい